人、優勝に向け奇跡を起こす。巨人、阿部慎之助監督が8回裏の攻守連発を絶賛した。土壇場9回に一挙9得点の大逆転勝ち。本当にね、すごい攻撃だなと思って見ていたんですけど、と阿部監督は話した後でこう続けた。やっぱりその前の回の吉川、門脇のファインプレイ。そこで若干ね、流れが来たかなと思ったんですけど。やっぱりそういうところですよ、勝負の世界にたらればは禁物だが8回裏に1本でもライナーが抜けていたら、もし矢野のヒットが3塁打になっていたら、ダメ押しの3点目を奪われていたら、その全てを攻守が食い止めたからこそ、9回の大逆転劇が生まれた。守り勝つ、阿部野球の真骨頂。巨人がこのまま首位も守り抜く。これは行くな強い。勢いがレベチやね。攻守が流れを呼ぶはがち。やられた変な雰囲気だった。神頼み聞いたな。新政権ながら取りそうお見事。頑張れジャイアンツ日本一。南西魔球チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。